皆さんこんにちは。働く未来をお得に考えるタイプメンバーズパークがお届けするビジネスパーソン向けのオンラインキャリア講座、私たちのキャリア入門、キャスターの渡名喜織江です。講師をご紹介しましょう。慶応義塾大学大学院の特任教授、高橋俊介さんです。高橋さん、よろしくお願いします。はい、高橋です。よろしくお願いいたします。さて、時代の流行り廃りに惑わされず、自分らしいキャリアを作っていくためのヒントをシリーズでお届けする私たちのキャリア入門。今回のテーマは変化の時代のキャリア自立力ということですよね。はい、第1回目にね、やっぱりキャリアっていうのは別に目標が作るというよりも習慣が作り出すもんだっていうお話をしましたよね。はい、でもそう言われてもね、じゃあどういう習慣やったらいいのってありますよね。ですから本当にその人の、自分らしいキャリアを作っていく習慣って、もう少し具体的に言うとどんなことを言ってるんですかっていうのが今日のテーマです。はい、はい、さあ、まずは主体的ジョブデザイン行動ということですけれども。そうなんです。で、実はですね、今日はですね、3つ大きくその習慣について言います。その最初が主体的ジョブデザイン行動ですね。この話っていうのはですね、我々が数千人のビジネスパーソンに行った調査なんですね。で、自分らしいキャリアを自分で切り開いてきたって思ってる人が一体どんな行動をより取ってる人がそうやって思ってる人になる確率が高いのかということを、ざっくり言えば因子分析とか大変量解析とか数千人に対してやって出てきた答えで、一番説明能力が高い、いわゆる大変量解析でいうところのものが、実はこの主体的ジョブデザイン行動だったと。つまり一言で言うと、自分らしいキャリアを作る人っていうのは仕事を自分らしくやってる人だっていう、普段の仕事のやり方が自分らしい人ほど積み上がっていって、それが結果的に自分らしいキャリアになってるんだっていうのが実は分かったんですね。これかなり高い、ちなみに相関係数だったんですけど、これもう少し具体的に言うと、ですからこういうことなんですね。一つがやっぱり自分の価値観やポリシーを持って仕事に取り組んでるんですよね。自分なりに何を大切にしたいんだと、ポリシーね、渡名喜さんありますよね、やっぱり、はい、自分なりに大切にしてるポリシーね。ありますね、当然ですよね、はい、それからもう一つ大きいのが社会の変化、ビジネス動向について自分なりの見解を持っている。分かりやすく言えばね、持論ですよ、はい、いろんなことについてあなたどう思いますかって言われた時に、当たってるかどうかは別としても自分なりに考えている、誰かの言ってることをただ丸つじゃなく自分なりに考えている持論を持った上で、だからこの仕事こうやろうっていうふうにね思ってる人っていうことだから、私はよく言うんですけど、それこそね、コメンテーター的な発想って言ってるんですけど、ほらテレビのコメンテーターって自分のと直接専門のもろじゃなくてもすぐ振られるでしょ。であなたどう思いますかって。だから大事なことをなんか世の中で何か議論されてる時にパッとあなたに、であなたはどう思いますかって、いつ振られるかわからないっていうような思想で、俺だったらこう答えるなっていうふうにいつも考えてる癖をした作るとかね。じゃ常にこう自分もこうテレビを見ながらコメンテーターの気持ちで、今自分が振られたらどうするんだっていうのを考えてろっていう言い方もできるかもしれませんよね。それからもう一つが、部署チームを超えて積極的に周囲の人を巻き込みながら仕事をしている。これやっぱり今の若い人特にそうなんですが、職場でどうしても孤立気味になる可能性あるんですよ。で、特にほら今ってパソコンに向かってみんな仕事してると静かでしょ、職場が。だから、あまり会話もしないですよね。全部メールで済ませてしまう。そうそうそう。そうすると誰が何やっててどんな仕事でどう今つまずいてるとか悩んでるとか見えないじゃないですか、なかなか。そういうのもあるし、でかつ年の離れた先輩が多いでしょ。昔は若い人多かったから年の近い人もいたんですけど、で新入社員たこで若い人配属されてもね、一番年の近い人が10歳年上みたいな状況普通にあるじゃないですか。だからそういう状況の中でいくと、どうしてもね、これは自分の仕事なんだって言ってこう抱え込んじゃう。で逆に言うと自分のできる範囲だけでやろうとする。でも所詮それってね、それは警官部ぐらいになればね、この範囲だってでかいですけど、やっぱりその一人のね、人がやっぱり抱え込んで自分だけでできる範囲で仕事知れてるんですよね。そうするとね、仕事が広がらないんですよ。だからやっぱり確かに手間かかりますよ、人巻き込んでね、すいませんこれちょっとね手伝ってもらえませんかとかね、そういうふうなやり方で人と一緒に仕事をするっていうやり方をすると、いろんな意味できっとその学びとか人間関係とかいろんなことにやっぱ、あるいはつく能力もね、よく言うんですけども、やっぱり自分で抱え込むのに比べると巻き込む力がつきますよね。人を巻き、例えば人に助けてもらうっていうのも一つの能力なんですよね。人に助けてもらう能力が低い人って孤立しやすくなっちゃうでしょ。
そういうことありますよね。ついついこう面倒くさいから自分一人でやってしまった方がいいのかな、なんか人に言うとまたぐじぐじ面倒くさいとかね、なっちゃうでしょ。やっぱそれだとどん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 こう仕事もやっぱり狭くなっちゃって小さくなって学びも少ない。それからやっぱりもう一つが当然ですけどこれですよね。仕事の進め方や比較を立てる上で今までの延長線上のやり方ではなく自分なりの発想を持って取り組んでいる。前任者はこうやってました、何も考えないでね、こうやれって言われました、それじゃつまんないでしょ。例えばこういうやり方するんだよって言われてもそれもそうだけど自分はそこにプラスアルファこういうのを加えたいとか、なんか仕事のやり方に自分らしさを入れたいっていう発想がある人ってやっぱりそれを見てますからね、周りもやっぱりチャンスも。なんとなくこう上司がもういいんだよそんな自分なりのやり方を入れないでなんてたまに言われたりっていうことは。まあでもそういう上司はもう あんま大した人じゃないっていうふうに思っていいじゃないですかね。しっかりとじゃ自分なりの。そうなんですよ。だからあなたならではのものって何ですかっていうふうにいつも問われてるっていうふうに考えた方がいいですよね。あなたならではのものってこの仕事の中で何があるんですかと。他の人でも同じようにできますっていう部分ももちろん大事ですけどね。それからもう一つは自分の満足感を高めるように仕事のやり方を工夫している。要するに仕事のペースとか配分の仕方とか順序とか方法論とか、ほらその人の好き嫌いっていうか向き不向きあるでしょ。ありますよね。はい。だからある意味で言うと、まあ、自分が得意な土俵に持ち込んじゃう無理やり。やり方に自由度があればあるほど、まあいわゆる自分が一番気持ちよくやれる仕事のやり方に持っていこうっていうふうに常に変えていく。言われた通りやってるとよく言うんですけどね、上司はね、お前なこの仕事はこうやってこうやってこうやってやるもんなんだよっていう人いますけど、それあんたがそのやり方が好きなんでしょっておそらくそうなんですよ、そういうもんなんだよって言うけど実はその人が満足するやり方なのかもしれない。でも自分は違うやり方の方が満足感が高いかもしれないですよね。で2つ目がこれなんですね、ネットワーキング行動。はい、これもちろん人間関係ってことですね。はい、ネットワークですね。まあね、人間関係に対して、まあ、投資をするあるいは布石を打つ、これとても重要ですよね。渡辺さんご自身もそう思いません？やっぱり今までって人間関係の中で自分のキャリアがあるって。もう私はむしろ人間関係の中でしかないしかない、もうそこだけですけど、ね、でも例えばある人から何である時ちょっと一声かけてくれたりチャンスが来るのかっていうと、それはその人と自分がどういうふうに過去を人間関係を作ってきたか、あるいはその人間関係に例えば渡辺さん自身も意識的あるいは無意識的にどんな投資をしてきてるか、あるいは布石を打ってきてるか、それによりますよね。自分の思いを分かってくれてるからこそその人があるときチャンスをくれるかもしれない。でもその思いをずっと隠して言わなかったら来なかったかもしれないですもんね。そうですね、うん、ですからそのためにもまず一つはこれなんですね、その新しいネットワーク作りに常に取り組んでいるんですよね、まあ、要するに人間関係ね、それから自分のネットワークを構成する個々人がどんなニーズを持っているか把握しそれに応えようとしている、まあ、固い言い方ですけどお役立ちですよね。要はどういうことで役立てるかということです、ね、そうそう、だから自分の都合だけで考えて功利的に人間関係を考える人はダメですよね。だってあいつにこういうことしてやったって何が得があるわけと、別にあいつが俺にどうこうできるわけじゃないじゃんみたいな。結構そういう人いますけどね。そうそう、損得感情で人間関係を見るでしょ、ね、とんでもないことが起こるんですよ結構。ね、実際に私も仕事の中で結構いろんな会社と付き合ってきましたけど、ある会社でその、まあ、ある責任者やってたんですよ。店の店長やってた人、大きい店ですけど店長やってた。でね、上司とねぶつかったわけ、すごいでね、すごい大喧嘩になってね、やめてやるとかって。でちょうどまたねその業界に、ね、外資系が入ってきたんですよ。で抜かれたわけ、来ないって言われて、じゃあこんな会社やめてやるって大喧嘩して出てって、でその店長に引き抜かれた、そっちに。で何年かしたら、まあ、外資がよくあることですけど、やっぱりダメだって言って撤退って撤退して、でね、当然そのオペレーションあるでしょ、どっかに売却して撤退するわけでしょ。で買ったのが元いた会社すでに戻ってみたらその喧嘩して出た上司がまた上司になったっていうね。だからこいつなんてもうどうせ関係ねえよって思った人間とどこでどうまた出会うか分かんないんだからと。ね、こういうこの人は自分がこうやって自分の将来のためにね、キャリアにどうなるね、人生に得意になる、この人は意味がないって峻別してもダメなの、分かんないんだからそれはと。だからまあそうは言っても自分が信頼する人、あこの人は力があるなと思う人、特にそういう人に対しては今たまたまどういう関係があるかないかにかかわらず、やっぱりちゃんとそういう人たちのニーズ把握してちょっとしたことで何か力になってやれないかなと、特にそういう人が困ってたり必要としているものがあるときね、これすごい巡り巡ってくるんですよね、こういうものがね。そしてもう一つはこれも重要ですよ、その問題意識や考えを社内外のキーパーソンに共有してもらうようにしている。
社内外、そう社内だけじゃないですよね、私こういう問題もってすごく重要だと思うんですよね、で今こういう勉強してるんですよみたいなことってね言った方がいいんです。結構ほらすごくそのなんていうんですかね、あの勉強してる人でも黙ってしてる人いるんですね。あ私もね確かにその気持ちも分かるんですよ。私どっちかというとなんとなく日本人の美学的に黙っている人が多いですよね。あのね、はい、これねだけど実際あれですよ、ある時にねショック受けたんですけど、はい、これはね、それこそビジネスブレイクスルーのね、はい、その大学のほら e ラーニングの大学院ってあるじゃないですか、はいはい、すごい大変なんですよあれ、土日とか潰さなきゃいけないしてめちゃめちゃ勉強してるわけその、はい、でその人はたまたま個人的にある関係で一回飯食いに行くことがあって、でちょっと話してたらね、まだ若者なんですけど、これねこれ受けてる勉強してるってね上司には絶対言ってないんですよって、えなんでって言ったら、そんなこと言ったらな余計な勉強するんじゃないって必ず潰されますからって言ってましたけど、いやそういう会社あるんですよね。あの要するに部下が自分の知らないことを外で勉強してくれる来るのを嫌がる上司とかさ、それは嫌ですよね。自分の仕事をしてほしいっていう意味じゃなくて、その人が才能を持つことが、俺の言うことだけやっとけとなんかさ、ね、そういう心の狭い人ですよ、小さい方ですね。だからまあそういう人に対してあんまり言わないってそういうのは分かりますよ、うんうん、だけど基本的にはねやっぱりその自分が、ね、どういうふうなちゃんと勉強して、どんなことに問題意識を持ってどうしていきたいのかってことをちゃんとあのさりげなく言った方がいいんです。例えばね、こういうのでいろいろありましたよね。例えばねある会社で、これあの広告代理店だったんですけども、はい、その実際ある分野の勉強も興味を持ってし始めてたんですね。でその時にどうもその分野で有名な学者さんがいるらしいんですよ。でこの人と人脈作りたいと、でいろいろ教えを請いたいと。だけどサラリー普通のサラリーマンがただね大学の先生のとこ全く知らない人間のとこに行って、すいません僕はあの勉強してるんで教えてくださいって言ったって、お前誰だよって感じになるでしょ。で彼は一計案じて自分のクライアントのある仕事の中でクライアントに提案するわけ。これね絶対なんか外部の指揮者を入れたなんとか委員会というのを作って、そこでこういうふうになりましたってやると絶対ねカッコつきますよと提案したわけ、ええ、で大した手間かかりません、2回ぐらいやればいいんですよって言って、おおそれいいアイデアだねと、これも大して変わんないもんね、やってやってって、じゃあ交渉君やってねって、分かりました調べてきましたからこういう先生ですって言って、自分が会いたかった先生にすいませんこういう委員やっていただけませんかって行くわけ。それでそれを自分の人脈にしちゃうわけ結局、まあ、大したやつだなと。腕持てますね。ですよね、それからやっぱりもっとあの会社によってオープンな会社だと役員が直訴を受け入れてくれる会社もあります、私の知ってる会社でも。ですからこういう問題意識があるんですと、自分のねわがままじゃないわ、うちの会社は絶対こういうことをもっと投資すべきだと、こういう商品に向かっていくべきだと思うんですよって、そういう時にぜひやらせてくださいって役員直訴するわけで、その時すぐはことが起きなくても覚えてんだよね。そのでそういうやつも言ったら確かにそれは重要かもしれんな、やろうじゃないかと、あいつ言ってやっていいんじゃないかみたいな役員が一言言うと人事はそうそうですかって動くでしょ。でちょっとした布石ですよ、隠しておかなくてしっかりとこうみんなに共有するというか、さりげなく伝えていくっていう、もっと言うとね、はい、例えばね英語が巧みな人がいたんだけど、仕事がずっとドメスティックで、周りではあいつがあの英語が結構得意だってこと自体がもう気がもう忘れちゃされてる、ドメスな職場で、その時にたまたま自分の仕事とは全く関係ないんだけど、この部長偉い部長のところに外人の客が来てて、でちょこちょこっと話してたら、であの休み時間になったと会議を、はい、でその時に別にその時じゃなくてもいいのに部長のところに報告に、あすいません例の件ですけど何やに回しときましたって一言言って、休んでいる外人に対してハローハワイユーって言ってペラペラって英語ちょっと喋って帰ってきたら、部長は君英語うまいんだねって言われた、半年後ぐらいにそっとしろと変わったとかね、あのもうちょっとしたことですよね。そうですね、うまくこう、はい、ちょっと出していくっていうのも大事になってくるわけですね。そうですよね、はい、さあ続いてはスキル開発行動、はい、まあ、最終的に一番分かりやすいのはこれですよね、今後どのようなスキルを開発でいくか、具体的なアクションプランを持っている、あるいはスキル能力開発のために自己投資をしている。ただまあね、もちろんあのそういうふうに今ねいろんなね社会人教育ありますよね、はい、でそういうものに行く人も、まあ、私もそういう講義を持ってていますけど、やっぱり日本人の場合外に出てって、まあ、会社が行けって言われたら行くけど、自分の時間と自分のお金を使ってまで勉強しようっていう人間ってやっぱりどうですか、トラキさん見ててもやっぱり限られた人ですよね、少数の。そうですね、一部ですよね、一部ですよね、はい、ただねこれね、だからって言って大丈夫だと思っちゃいけないんで、あのやっぱり世界的に比較をすると、例えばあの世界の先進国、それからあの新興国なんかで見ても、こんなにあのいわゆるホワイトカラーが自分自身のスキルアップに時間とお金を使わない国ってないんですよ。日本は世界の中でものすごく特殊なんです。
例えばお隣の中国だってそうだし、インドだってそうだし、すごいですよ。自分で自腹切って勉強するのがみんな当たり前です。そうしないとどんどん振り落とされていくっていうね、なんかそういう部分、競争社会の部分があるからっていうのもあると思うんですけど、やっぱり投資をしますよね。例えばアメリカだって大学までは100歩譲って、まあ、あの奨学金だったり親のね、親のお金で出させてもらう、はい、だけどやっぱりそこだけじゃ、今もアメリカなんかほら、ね、あのやっぱり一部のごく一部の例えば AI とか勉強してれば別ですよ、ビッグデータとかねすぐ売れるけど、それだってやっぱり大学院でしょ。あるいはそういうリベラルアーツ系の大学を出てからみんなメディカルスクール行くとか行くわけですよ。大学院はね、親出さないですよ普通ですよね。だからどうするのか、借金して働きながら、それだけじゃないのに借金してそれを返しながらやっていく、そういう意欲だから。日本の学生がなかなかちゃんとさ、あの勉強しないの最大の理由はさ、自分で自腹、ね、切ってないからじゃないの、ね、親のお金でなんとなくこう言い聞かされてるみたいな部分もありますもんね。ですからね、周りの人たちを見てそういうもんだと思っちゃいけないと。日本が世界の中で孤立してるんだと。やっぱりこういう勉強して自分のために、これはあの単にスキルが身につくだけじゃないですよ。外に勉強に行くと刺激も受けられるし、逆に人脈もできるしね、全部これこう重なってきますから。だからやっぱりこれ3番目ですけど、やっぱこの3つ全部重要ということなので、どうですかね、今日皆さんね、お聞きになってる、ね、ご覧になってる方々たくさんおられると思いますが、これ3つ全部完璧である必要はないと思うんですけど、この3つ諸説について、うーん、自分これできてるかな、できてないかな、どれからまずやってみようかな、全部いっぺんじゃなくていいですから、まずは主体的ジョブデザイン行動はそうは言っても絶対必要です、はい。あの今回我々がやった調査の中でも、業種でいろんな業種の会社に協力してもらってるんですけど、全ての業種で職種業種に関わらず主体的ジョブデザイン行動が一番大事です、総括係数から言うと、はい。ただ人間関係とスキル開発はどっちがより重要かっていうのは結構ね、職種によっても違いがあります。ですから自分の今のその職種なりキャリアのもう意識ね、方向性を考えた時に、まずどっから少し強化していこうか、習慣をね、ちょっとぜひ考えていただきたいなと、こんなふうに思います。お送りしてまいりました私たちのキャリア入門、今回はここまでです。また次回もご覧ください。